どうも、長谷川よしみです。今日もハウトゥービーチやっていきましょう。今日はスパイクの助走の応用編になります。サーブカットミスした時、あと風が吹いてる時、一つのパターンなんですけど、こちらをシェアさせてもらって、ぜひ参考にしてみてください。で、僕の YouTube チャンネルはビーチバレーボールのハウトゥーを中心に更新していくチャンネルになります。自身のね、知りたい情報を見逃さないために、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速ね、始めていきたいと思うんですけど、これは画面で見るとレフトとライト両方行くんですけど、サーブカットがレフトの時のパスが右側にずれちゃった時、あと風がこの画面みたいに左から吹いてる時にこの動きになるかなと思うので、実際に映像を見ながら意識してるポイントをシェアしていきたいと思います。で、パスが右に出た時に助走を右側に寄るんですよ。で、こうすることによっていつももらってるトスの幅でアタックが打てるかなと思います。特に風が左から吹いてる時ってなかなか距離を出してトスを上げるのが難しいので、この動きが大事になってくるかなと思います。なので、自分のパスミスを自分の助走の仕方でカバーをするっていう方式ですね。で、足の歩数なんですけど、おそらくここでライトの開きと同じで3歩踏んでから4歩を意識してやってます。あとはなるべくストレート向きすぎないで、中によるけどクロス打てるようには意識して、これスパイク打ってます。最後これストレートなんですけど、で、次ライトかな、もう一本ありますね。風が左から吹いてる、サーブカットが右にずれた時に自分が助走を寄ってスパイクを打てるように意識しています。で、次ライト、ライトの時もじゃあ風がこっちからね、右から吹いてるとか、サーブカット左にミスしてしまった時に、このように自分が助走を寄ることによって対応してますね。で、レフトのスパイク打つ時に2歩踏んでから4歩で踏むっていう話したんですけど、この時はおそらくレフトで打つ時の開きよりも多少距離があるので、4歩踏んでから4歩踏んだり、2歩で踏んだり、いろんなパターンで自分で確認しながら打ってますね。やっぱりこれも一緒で、右から風が吹いた時にトスをね、伸ばすのが難しかったり、サーブカットも左に出るってことはセッターはもうセットアップしたいところよりも左側に追い込まれるので、やっぱプッシュ押すのが難しいんですよ。それをアタッカーの助走でカバーするっていう練習メニューになります。意外とこのメニューっていうのが、メニューというか動きか、僕も普段から意識しないとできなくて、これを意識することによって自分のミスを自分の助走でカバーできるようになると、また点数取れるチャンスも広がっていくのかなと思っております。ぜひこれ試してみてください。今日の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。で、プレーに関して質問がある方はぜひともコメント欄にコメントいただければ後でお答えしますので、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた。